ございます、あぐさ心です。今回はチャンネル登録8万人を記念してウエッジの募集をしましたね。皆さん覚えてますか？あなたの好きなウエッジをプレゼントということでですね、今回はダブルイーグル銀座店にやってきました。で、なんとアンケート結果はですね、1000人近く応募があったんですが、5位から順に結果を発表したいと思います。第5位マルマンさん、第4位フォーティーンさん、第3位クリーブランドさん、第2位がキャロウェイで、第1位がタイトリストです。で、このウェッジの、特徴なんかも聞いていきたいなと今日は思ってます。はい、今回ご協力いただくダブルイーグルの中田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、第4位のフォーティーンから順にどういうタイプのウェッジなのか説明していただいても大丈夫ですか？はい、フォーティーンで、まずこちら D036、こちらですね、特徴的にバンス、ソールが厚みがあるんですよ ね。広くて厚みがある。すごい、このコメントは気になります。そうですね、簡単に出せるバンカー用って書いてある。そうですね、フォーティーンさんって国産のブランドの中ではどちらかというとものづくりが優しさをテーマにしてますので、その中ではソールが厚いことによって少しこうミスに強い、許容範囲が広くなるので、ダフったりとかトップしたりとしても、そこら辺がやっぱり特徴ですね。じゃあどちらかというと優しい感じのウェッジです。で、顔も大きめになっているので大きいですね、構えた感じでも安心してしっかりとこうウェッジアプローチできるというところですね。大きいですね、あとこの上のトップグレードもちょっとだけ厚めになってるので、ここ、高重心って言われてるんですけども、高重心、通常アイアンって低重心になるんですけど、それでボール上げやすくする。で、ウェッジに関しては高重心にすることによってスピン量が増えるんですね。ただこの下もソールが広くて優しいので、拾いやすくてスピンがかかるという、拾いやすくてスピンがかかる、そう、簡単でスピンがかけやすいという。結構ね、コロ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 ダラ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 いっちゃって、ミスになったりしますもんね。そうですね、なるほど。ミスった時でもそうですね、ミスに強い、強い、次クリーブランド、クリーブランドも2種類、例えば松山くんが使ってるツアーウェッジの、ツアー用のウェッジと、あと今こちらもローテックスの、ローテックス、RTX ローテックスの F42、こちらはうちで紹介させていただいているのは優しいウェッジと、クリブランドの中でも優しいウェッジです、ね、優しいウェッジ、はい、こちらも先ほど同様ソールが厚く、ソールが分厚いですね、厚くなってます、これに関しては女性が使ってもいい、シャフトさえ、変えてしまえば女性でも使えるウェッジだと思いますね。結構男女問わず人気がある。そうですね、すごいですね、こことかかなり特徴的ですね。そうですね、結構うまくこうソールがね、厚いだけじゃなくてね、分厚いかなり厚みがあります、ね、通常のアイアンと一緒でこうキャビティバッグといって、これもボールの下に、しっかりと、刃が入りやすく作られてますね。これもは低重心ですか？低重心ですね、低重心プラス高重心、低重心プラス高重心、はい。でこちらもヘッドがちょっと大きい。そうですね、でもさっきのよりはそんな大きくないですかね。フォーティーンよりは少しこうシュンとこうスリムにはなってます。そうですね、はい。でこの2本というか2つのブランドがどちらかというと優しめ、優しめの、といいますか、簡単に出せるとか、そうです、ソールが分厚いといったブランドで、ミスに強いと、ミスに強い。でここからキャロウェイ、タイトリストっていうのはどういった、キャロウェイからじゃまずじゃあキャロウェイからいきましょう。はい、今回出ている、キャロウェイさんのマックダディ4、全然違いますね、もうさっきまで見れたウェッジと、ね、ソールの厚さといい、形といい、キャロウェイさんの作ってるウェッジの中では、一番スピン性能が今までで多いと思います。もうスピンがすごいかかる、かかりやすい。でしかもアマチュアの中でも30ヤード、40ヤード、50ヤード、要は中途半端なところ、スピンがかかりづらいところでしっかりとかかるっていう策ですね、こちらは。そうですね、中途半端、触れないし、
そうですね、なんかスピンもかけたいしみたいな、はい、ピン狙っていくような距離の時でもしっかりかかってくれる。そうです、スピンがかかると思うとしっかり と、コンタクト、インパクトができるんですよね、まあ、だから安心してしっかりとインパクトを迎えられる。でその中でも実はですね、皆さんがこうキャロウェイのウェッジ今回のはなんかこう難しいんじゃないかと思われるんですけど、うんうんうん、顔に丸みがあって、うん、先ほどこう優しいウェッジを、2つ紹介させていただきましたけど、はいはい、それとほぼ同じぐらいの顔の表情なんですよ、ね、しかもそんな小さくないですね。そうなんです、小さくないんですよ。だからここはシャープですけど、ここの丸みはかなりありますもんね。そうですね、縦にこう長く使える、まあ斜めに長く使えるようになれば、そうすることによってスピンにすごくかかるんですよ、ね、こう斜めに使うんですね。そうです、そうです。でスピンをかけていく、はい、今出てるモデルの中ではナンバーワンのスピン、ナンバーワンスピン力、スピンをかけたい方はこれがおすすめです。じゃあ最後はタイトリスト、はい、はい、わお、はい、ボーケー、そうですね、ボーケーのよく聞きます、はい、ボーケーっていうの SM7、はい、スピンミルドの、7代目ですね、はい、こちらは、うん、先ほどのキャラウェイさんもそうなんですけど、この2社に限ってはロフトのバリエーション、あとバンスと言われてるバリエーション、バンスのバリエーションもあるんですか。バンスロフトのバリエーションが58とか、はい、50度とかもあって、さらに54とかあって、その中で58の中でもバランスのバリエーションが多い。どういう風に、こちらですね、例えば、はい、同じ58度で下に08、10、12、14で記載されてます、はい、でその中にさらに、M、S、D、K、まあ、これ M ソウル、S ソウル、D ソウル、K ソウルって言うんですけど、はい、実際これ数字違うんですけども、このソールのちょっと削り方っていうのが若干違うのが分かりますか。あ、これはなんかでも平らっぽくてちょっと丸くて、でここを、このここは削れてますね。ここでこれと比べてここ、本当ここが削れてるないですよね。先が丸い、はい、ここはちょっと四角、はい、丸くて、ここは全体的にいってる、はい、もう広い、広い、その通りです。でやはりこういうふうに、プレイヤーの使い手によってこのバランスの角度を変え、いろいろとバリエーションを持たせているので、はい、要は抜けを重視する方、あと優しくウェッジを使いたい方、まあ、スピンに多くかけたい方、まあ、それに伴って選んでチョイスができると。知らなかった、タイトリストのウェッジ、はい、なんか皆さんボーケーって言うけど、はい、かなりこだわりがあるんです ね、ウェッジには、はい、これはこの先ほどご案内したキャロウェイのマックダディほぼ同じですか。全く同じです。かなり種類があるんです。そうですね、この2社に関しては、はいはい、バランスに関しては、はい、数字が大きい方が優しいと思ってください、はい、どちらかというとバランスが少なすぎてよく抜けがいい、うん、要は突っかからないって言うんですけども、芝を少し手前からダフらしてもいいですよっていう時は、だいたいバランスが大きいものを選びますので、そこら辺はプロもバランス大きいものをしっかりと使ってますので、アマチュアの方もちょっと参考にしていただければ。なんか一般的な58のバランスはこれみたいなの決まってるんですか。だいたい10から12ぐらい、10から12ぐらいが多いと思われます。わかります、はい、ではじゃあ今回ね、選ぶものを発表したいと思います。今回プレゼントするウェッジが決定いたしました。なんと男性20代会社員で大阪に住んでいる方です。ゴルフ歴は1年未満、スコアが110から119の間で、今100切りを多分頑張っている方だと思います、はい、でコメントがですね、毎日楽しみに見ています、お風呂に入りながらリンゴルフを見てると、あ、仕事が終わったと実感するほど中毒になってます、笑い、今後もずっと見続けますので、じゃんじゃんラウンド動画アップしてくださいという素晴らしいコメントいただきました、ありがとうございます。で今回の中田さんと一緒に選んだんですけれども、まあ、ゴルフが1年未満ということで、今、まあ、ちょっと楽しくなってきて、ウェッジもそろそろ新しいのにしたいなって思っている頃だと思いましたので、タイトリストのボーケ SM7、はい、ロフトがまず58、54で、バウンス角度をさっき言ってたんですけどあるんですが、これをなるべく優しいものに
今回選びました 12D と 14F ですね。はい、はい、この方がいいんですよね。そうですね、ミスにも強いというところですね、うんうんうん、でスピン性能もしっかりとかかりますので、うん、安心して使っていただけます。はい、これでぜひベストスコアを出してもらいたいです。でシャフトが先ほど言ってたんですけどダイナミックゴールドの S200 というのがあったので、はい、こちらもちゃんと選びました。今回はチャンネル登録8万人を記念してダブルイーグル銀座店でウェッジを購入しました。皆さんぜひダブルイーグル銀座店ずらっとクラブも揃っておりますので自分に合ったねウェッジを購入しに来てください。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。 YouTube のこれ小さYouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。